ユワユワは、明朝建国の後進で、軍人、字は、金井信、元松の合州勝利の人、身長は七尺であったという。ユワは、孤事で、主元将と幼馴染みであった。二十代の時、各故郷の農民放棄の軍に、総始十数名を引き連れて参加し、武功を挙げて千個の地位を得る。この頃、主元将に仲間に加わるよう誘ったという。 ユアが主元将のもとに派生参じたとする説もある。主元将は1352年に各故郷の軍に加わって以来、次々と武功を挙げ、各故郷の義娘を妻とし、急速に出世してゆく。1354年春、ユアは主元将の部下として、ジョトール、ヒタからと共に庭園を攻める。主元将軍は途中で、次々に盗賊を吸収して拡大し、 州を占領した。1355年、主元章が、都元水に昇格すると、その配下として、元朝の支配する、採石、太平を攻略する。この年、各古郷が死に、主元章はその後継者となる。1356年、主元章は、州喜びを占領して、王天府と改名する。元軍は、奪還を試みるが、湯和は、助通る。 東遊らと共に奇襲をかけて、これを退け、これらの行で、東平原水となる。1357年、上州禁断を下す。主元章の、長島ことには守りをもって、攻めとし、人友良には攻めをもって、守りとするという戦略のもと、優和は1357年から防御戦の一端として、上州を守備し、長島ことの攻撃をたびたび尻けた。主元章は、 人ともを滅ぼした後、1365年から1367年にかけて、女通ルに、調子誠を打ち取らせる。1367年、女子大部に任せられる。同10月、進む南将軍に任せられ、ご貞を副将として、報告陣を攻める。報告陣は、部下と共に、海戦で逃走するが、伴走馬頭で待ち構えていた、両久し中が、 海上から迎撃し、報告陳は12月に投降する。これにより説刀は平定される。同年、海上から復讐の陳友貞を攻略するため、二軍を進めた。1368年正月、陳友貞は二万の兵を廃し、政兵を持って、沿兵を守備していたが、湯は、両飛車しただしらが明州から水軍を持って、沿兵に侵攻し、十日間で落城させた。陳友貞は、 自殺を図るも、未遂、王転に護送されて、死刑となる。ついで大道、千府を攻略した。同年、関東を攻略し、元湘南馬を下した。同年、女ルが率いる、北伐軍に参加する。ユ和は、兵馬猿と共に、海警、沢州、路州を下した。1369年、女ルが、喜び日を下した後、入れ替わりで、喜びように派遣される。 1370年、李文中を大将とする北西軍に、兵馬猿、東友らと共に加わる。この軍は、講和をはじめとした元領を下す。11月には、論功交渉が行われ、公の地位は逃すものの、中山港に封じられた。港に任じられた人物は28人おり、優和は、民主でその筆頭に挙げられている。1371年、清々将軍となり、両被差 ヨーラと共に、名ボルを攻めるため苦闘、重慶を攻略し、名ボルは民肉だった。1372年、北元と断刀山で戦い、敗戦する。1373年、ジョトールを、進むトリコ大将軍とする、北伐軍に、副将の一人として参加。三世、北平の防御に当たった。1375年、東湯と共に、北平、先世、 カナンの守備にあたる。1376年、ユアは、フートモノリラと共に、エンアンの守備にあたる。1378年、新国交に封じられた。1381年、北元の部派が攻めいるが、ジョトールを、進むトリコ大将軍とした副将として、早まで撃退する。ただし、北元は依然として、勢力を保ち続け、監宿、雲南、東北地区を支配していた。 これらを平定するのは、ユアの隠居後となる。1380年頃から、主元章は、後進の粛清を始める。一方、ユアは1384年、海上警備を命じられ、三東、江南北、瀬東に支援会に城を築き、瀬東の民5万8 0 0人を率いて和光からの沿岸防御に当たった。1385年、粛清への危機感もあったのであろう。 隠居を願い出たが許されなかった。そこで寄った上での口を装ったりと際どい演出を試みた結果、1386年、沿岸の城の完成を機に、ようやく隠居を許された。故郷の法要に呼び戻され、屋敷を賜った。1390年には、口が聞けなくなった。主元象は、即日家臣を派遣して、病状を調べさせた。1394年、 主現象が見舞いに訪れた際にはよだれを流し、人に支えられながら、礼を取ったと言われる。1395年8月死去、東王に追封され、上部と死亡される。民史、ユア伝による、中国5番、ウィキペディアの説を取ると一尺イコール33センチメートルなので2メートル、あまり。 堺谷大地の役所によると、一尺イコール22センチメートルなので154センチメートルで、ある、AB クレチョ、堺谷大地役中、長巨人、民の大祖主元象高段者文庫、1989年、壇上館、民の大祖主元祥四郎帝社、1994年、民史、大祖本儀、ありがとうございます。